急今撮影を、はい、しているんですが、はい、はい、皆さんこんにちは、ダイバー先生のGoProです。はい、助手のひろです。はい、今夜でございます。はい、ちょっと過去にね、はい、まあ、我々あの撮影にいつもこう GoPro を使うんやけど、はい、海に落としまして、はい、落としましたね、約半年前に。そうやね、8月9日ですね。はい、まあ、ちょっと時が経って、はい、今日捜索をしてきました。はい、夏は、はい、透湿度が悪いてる、はい、うん、でしかも青さもいっぱい、はい、いっぱいでしたね。だからもう砂とかが見えん状態で、でその時はもう捜索困難で、はい、あの後2、3回ぐらい探したんだけど、ね、まあ結局見つからず、見つからなかったですね、はい、まあ、冬になって青さも減りました、はい、透湿度も上がりました。もうこれも今日しかないと思って捜索をさせていただきまして、はい、でちょっとその VTR からいってみましょうか、はい、見てみましょう、どうぞ。はい、皆さんこんにちは、ダイバー先生のGoProです。ちょっとこの冬場の海、まあ、水も抜けてますし青さも減っているので探しに行ってみたいと思います。見つかるといいね。さあ準備が整いました。では行ってくれと思います。ちょっと困ってるかな、あるかな。うん、糖質はいつもより良さそうですね。行ってきます。マジか、絶対見つかると思った。ちょっと投資量が高いけんか、見つかるね、すげえ。ヒューゴあった、あったぜ。おお、え、勝った。おお、ちょっと生きてるかすぐ確認したいですね。あった、あった、マジでよかった、あった、マジでよかった。これね、もう言っとくけど、マジでガチンコでやっとくけどね。いや、マジであってよかったっすよ。すごいっすね。いやいや、本当に夏は本当に青さとかの海藻で、うん、もう全然見えん。そうね、俺も興奮してさ、ちょっとしかぶりそうだったもん。それぐらい、それぐらい興奮したよ。あまりにも誤解とか、はいはい、なんかの富士壺みたいなやつとかが、はい、もうつきまくっとったけん、すごかったっすね。一回もきれいに洗ってですね、ちょっと分解して、そう、はい、海に置いて分解しました、
はい、で普段使ったやつが、はい、これなんですよ。そうですね、うん、これ、はい、これね、こっち持っててね、でこれと同じようなセットを買いまして、もうしょうがないので、はい、いますかね、これ、うん、ここにこれがつくわけですね、はい、こいつが、うん、そうですね、これまだちょっとこれ見えるかな、これほら、はい、こんな感じでまだね、ちょっとまだなんかこう取りきれない、はい、はい、うん、海の付着物みたいなのがついてるような状態、はい、ですよ。ですね、で、アームが普通はこんな感じなんですけど、もう半年も経てばですよ、はい、この黒いやつがもう取れる、こんな感じで GoPro 本体、はい、なんですが、これが今使ってるやつがこれで、今回取れたやつがこれ、もうね、ほぼ分からんぐらい、いや、マジで分からん、むちゃ綺麗なんですよ、本当にハウジング、まあ、カバーすごいですね、すごいね、ただやっぱね、ちょっとここら辺にこう水分がついとって、これをね、念のためにちょっと舐めてみたら、ちょっと舐めてみたら、そうするとね、ベロがね、ピリッとなるような感じ、ただの海水だけではない、はい、はい、金属的な味が生まれていて、はい、このハウジングのこのボタンがついてるんですけど、その裏側が金属なんで、それがちょっと溶け出したんじゃないかなと。説明しましょうか。そうですね、はい、はい、で一応あれだよね、戻ってきてから充電器には挿した、はい、そうです、充電器にはちょっと挿してみました。 OK、はい、で、私その後ちょっと外出しまして、今帰ってきてすぐなんで、はい、もうまだ何も知らないです。いや、僕もまだ何もしてないです。何もしてないです。はい、何もしてないです。オッケー。だって待ってても言うから。はい。じゃあちょっとやってみましょうか。はい。通電します。はい。おりゃ。おお。あ、いけた。え？え、いけた？あ、いけた。これ見える。おおら、ほら。え、生きとう、生きとうよかった、すごい、おお、すごい、いや、マジで嬉しい、うわ、いやねえ、マジか、無事に全部帰ってきたよ、生還した、本当に帰ってきましたね、これ、あとは、すごい、そうね、で、あとはですよ、はい、データ、あ、そうですね、データちょっとデータ確認してみましょうか、はい、え、おお、あ、ちゃんと映っと、ちゃんと残っと、イベントの、うん、あ、はいはい、あ、すごいすごい、え、うわー、うわー、やべえな、俺ちょっと、なんだろう、ちょっと切れますか、わー、あ、すごいすごい、うわー、これすげえ、すごい、というわけで、はい、GoPro を、はい、半年間海の中に沈めてみたという実験実験だったっすか実験だったっすかなんですが、はい、成功です。そうですね、はい、ただし、はい、GoPro が出してる純正のハウジング、はい、はい、そうですね、なので、はい、このまま入れてもダメだと、富士壺とかだらけになる、あ、とか、そうですね、うん、あとは、まあ、GoPro 本体のレンズがすごい傷傷になって結局使い物にならないっていうのはあるかもしれないですね、うん、え、じゃあ急に僕らあの GoPro 2つになりましたよ、いただきました、いただきました、おー、やった、まあ、ちなみに、はい、これ落としたの、はい、青さんの時に出てきた、はい、手の声なんですよそこまでちゃうんですね、これ天の声落としててですね、はい、もうあの土着層がへこんでったんです、あ、そうですね、うん、よかったよ、トミー、あ、よかったですね、本当に下向かんでいいよ、前向いていこう見つかったけ、以上です、はいダイビングのこの話で機材を落として拾って使えるかどうかみたいな話は聞いたことあったんですけど、実際に自分たちでこう落として、でそれをもう一回拾い上げて、でそれが使えるかどうかっていうのまでは体験したことはなかったので、そうです、私2回目なんですよ2回ともこれ復活するんですね、いや、はい、GoPro 社の方見ていればもう使ってください、いや、もうあの言っていいです、あの半年沈めても大丈夫と、はい、
いや、なんか GoPro がすごいのか、このハウジングがすごいのかっていう話だけど、両方、まあ、GoPro さんが作ったので。あ、そうですね、はい、いやもう素晴らしい商品作っていただいてありがとうございます、はい、もう安心というわけで皆さん、はいはい、緊急で、はい、お送りさせていただきました GoPro を探し、そして見つけて、動いたと。そうですね、はい、実際中のデータも無事でした、うん、はい、はい、くれぐれも言います、良い子は見しないでね、はい、はい、以上で終了です、はい、それでは皆さん、はい、バイバーイ、バイバーイ。